武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、徳島大学の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが、時間が90分で大問が4題、出題されております。で、まあ、15年は大問が5題あって、その中から、大問4、5のどちらが選択という形でしたが、2016年は大問4題、全部、まあ、選択なしという形で出題されておりました。で、問題の、特徴としては、まあ、極挿入問題と論述が、中心という形に、なっています。まあ、で、論述、に関してはですね、結構字数が多いものも出ているので、まあ、論述の対策、しなきゃいけないのと、まあ、語句が結構問題が多いので、語句の対策もいるかと思います。で、論述に関してはそこまで難しいものが出ているわけではないので、まあ、国公立標準問題集キャンパス、一冊仕上げておけば十分対応できるかと思います。ただ用語に関しては、その用語の問題数が割と多いので、こちらに関しては、まあ、キャンパスだけで対策できる人であれば別に、いいのですが、厳しいなという場合には生物用語の完全制覇、など、でですね、論述の極挿入の対策だけを、ちょっと追加でやっておいた方がいいかと思います。で、あとは問題文が結構その割とその何ていうか、その場で考えないとちょっとよくわかんないかなみたいな問題を、出してくるようなことがあってですね、まあ、読めば知識そのものは問題集の知識で解けるものではあるんですけど、んって一瞬思うような問題が出るのがあるので、過去問でちょっとその場対応する力というのを磨いておいた方がいいでしょう。で、論述がちょっとキャンパスだけだと心細いな、書ききれないなという場合には、大森徹の生物記述論述問題の解放、などですね、あとは生物記述論述の完全対策、など、こちらを、まあ、追加で、やっておくといいかとは思います。以上が生物の勉強となります。